ようこそ皇室ラボへ。天皇皇后両陛下にとって新年の初めは非常に忙しい一日となります。天皇陛下は早朝から宮中祭祀の四方拝などに臨まれ、その間雅子さまも御所でお慎みになっておられました。その後は宮内庁長官、皇族方、総理大臣ら三権の長、さらに各国の使節団の長などから新年の祝賀を受けられたのです。という皇室担当記者。そして能登半島地震が発生したのは夕方4時過ぎのことでした。天皇陛下と雅子さまは御所でテレビ報道などを確認されたり、宮内庁職員からの報告を受けられたりしました。1月2日には新年一般参賀も予定されていました。感染症拡大以降初めて抽選方式も取らない一般参賀だったため、2020年並みの7万人もの参賀者が予想されていたのです。中には一般参賀のために地方から上京していた人々もいるでしょう。そうした国民のために一般参賀を行うべきか、それとも中止にすべきか、宮内庁上層部も検討を重ねたようです。しかし地震発生から7時間後の23時ごろ、取りやめを決定しました。それは寒さが厳しい中、人命救助や消火活動が一刻も早く行われますようにという両陛下のお考えによるものでした。その後も両陛下は報道を注視されながら朝方まで眠らずに被災者たちの無事を祈り続けられていたそうです。昨年の10月中旬、天皇陛下と雅子さまは石川県への訪問を果たされました。15日に金沢市で行われた石川百万石文化祭2023開会式などに出席されるためでした。開会式では伝統芸能や伝統芸能に現代的なダンスや音楽などを組み合わせたオープニングステージを鑑賞されています。その式典後、両陛下は出演者らと交流されました。例えば右手が不自由で左手のみでピアノを演奏した黒崎さんに、天皇陛下は左手のための曲たくさんありますよねと声をかけられ、雅子さまも天皇陛下もピアノをなさっているのですよとおっしゃる一幕もあったのです。それから2ヶ月半が経過し、新年の一般参賀を中止するという両陛下の重大な決断について、先に述べた黒崎さんが次のように詳細を語ります。石川県には10月に来ていただいたばかり、地元の人々との交流も記憶に新しく、そうした地域で災害が起こっていることで天皇陛下と雅子さまもより心を痛められているのではないでしょうか。10月のご来訪時には県民の皆さんに対しての慈悲のあるお心を感じましたが、新年一般参賀を中止されたことからも被災地へのお気遣いを感じています。昨年10月、天皇皇后両陛下が25年ぶりに石川県を訪問されました。この地は天皇陛下と雅子さまにとって大切な思い出が詰まった特別な場所です。天皇陛下は49年前の1975年8月に学習院高等科のゼミ旅行で金沢市と輪島市に宿泊し、能登半島を一周されています。今回の地震で 1.2 メートル以上の津波が観測された輪島港も見学されました。2017年に石川県を訪れた際には、当時の県知事へ能登半島旅行について懐かしそうにお話しされていたそうです。愛子さまの22歳の記念すべきお誕生日に、宮内庁は報道機関に向けて文書を配布しました。その文書には、
愛子さまが特別な日に黙祷を捧げられている様子が記述されていたのです。1月17日の阪神・淡路大震災、3月11日の東日本大震災、6月23日の沖縄慰霊の日、8月の広島・長崎原爆の日、終戦記念日の6日間は黙祷されているそうです。地震が頻発する国日本を導かなければという天皇陛下と雅子さまのお覚悟を共有されているからでしょう。12月9日、雅子さまの60歳のお誕生日を記念して発表されたご感想には、以下のような心に残る一文が含まれていました。日本国内にあっては、南海トラフ地震や首都直下地震などの発生が今後心配される中、関東大震災からちょうど100年にあたった今年、防災や減災についてのさまざまな啓発活動が行われていたことを心強く感じました。雅子さまの決意に関して、静岡福祉大学名誉教授である小田部氏が深い洞察を交えて次のように述べています。もちろん災害がないことが一番ですが、時には震災によって甚大な人的被害や物的被害が生じることは避けられないことを両陛下は常にお心に留められてきたことと思います。今回の震災被害も我がことのように受け止めながら、すでに被災者を励ますためにどんなメッセージを送るべきか、現地慰問をいつすべきかなどを検討されているのではないでしょうか。1月3日正午の時点で石川県内の避難者数は3万3000人を超えているとのことです。まだ全容が把握されていない地域もあり、この数字はさらに増加する可能性があります。多くの人々が家屋の倒壊や焼失により避難所や仮設住宅での長期にわたる生活を強いられるでしょう。救助活動やインフラの復旧が進むにつれ、天皇陛下と雅子さまも被災者の方々に寄り添うために現地を訪れることになるでしょうと皇室担当記者は話しています。このような困難な時にこそ両陛下の存在が苦しむ人々にとって希望の光となることを心から願います。今回の動画は以上となります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。気軽にコメントをお寄せください。この動画に対していいねボタンで評価いただけると嬉しいです。これからも皇室に関する動画をお伝えしていきますので、あなたのチャンネルの登録をお待ちしています。それでは次回またお会いしましょう。